は？どういうことですか？僕たち一緒に住むんですよね。はい？何言ってんの？若子出戻り35歳、数年ぶりに足を踏み入れた実家はすっかり様変わりしていた。やがて次々と見知らぬ人たちがやってくる。シェアハウス始めました。部屋あります。初めて顔を合わせる男女のそれぞれの事情、そして母の姿はどこにもない。ファブリカンファンが送る心温まる優しい会話劇、SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。